では運を上げる方法ですけども、そうですね、まあ私の考えとしては運に左右されるようなね、人生を送るなとは思うんですよ。で、運任せとかね、最初からそういった奇跡を当てにするようでしたらね、成功はおぼつかないと思うんですね。まあ、ただその中でも運を良くしようと思ったら、運がいいって何かって言ったら、いざという時にね、自分のことを気がついて手伝ってくれる人、助けてくれる人がいるかどうかってことなんですよ。じゃあですね、ここで考えていただきたいのは、自分のため、我がことのためにしか働かない人でも、逆にですね、自分のことを差し置いても他の人のために何かをしている人、いざという時どっちが大事にしてもらえるかってことを考えてみたらどうですかね。普段から自分のため、世のため、人のためなんて綺麗事だ、俺は自分のためにやるんだ、自分がまず困ってんだ、自分がまず豊かにならないとっていう人に協力したいですかね。それとも、まあ、自分のことも大切だけども、まずは皆さんのおかげだと、皆さんのお力になれるかなっていうふうなことを普段からやってる人、そういう人を応援したいですかね。だからどっちがどういうふうに周りの人にとって移るかっていうのが、まあ運につながっていくんではないかなと思うんですよ。だからね、自分にメリットがないんだったらやらないと。世の中はギブアンドテイクだとかね、ウィンウィンの状態だとかね、もっともですよ。でもそれはみんなが思ってることなんで、差はつかないってことなんですよ。そうではなくて、まあ、ウィンルーズの法則っていうんですけども、自分は失ってもいいけども、周りの人にはなんとかね、勝ってほしい、周りの人には楽になってほしいっていうふうなね、この母親が子供に送るような精神で生きてる人っていうのは、やっぱり運が良くなっていくんではないかなと思うんですよ。なかなかそう考えてる人っていないと思うんですよね。特定の誰かのためには自分を犠牲にできるけども、でもそれが限界だったりするわけなんですよ。どんな時でもですね、誰かのために何かできないかなっていうふうに、ちょっとおせっかいなぐらい考えていく人が、結局は運を集めていくんではないかと思いますけども、いかがでしょうか。